こんにちは、ハリーです。今日は東京駅で楽しめる一人でも行きやすい夜ご飯5選をご紹介します。僕の動画でも大人気のお一人様夜ご飯シリーズですね。今日は大行列の絶品ラーメンや夜でも1000円で食べられる知る人ぞ知る美味しいお魚定食、明治33年創業の親子丼など幅広いお店をご紹介するので、今日も最後まで期待してみてください。僕のチャンネルでは池袋、銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので、今日の動画いいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。それでは早速参りましょう。一つ目のお店はラーメン雷さんです。東京駅改札内グランスタ東京の1階にあります。雷さんは駅中で食べられる絶品の二郎系ラーメンです。あの誰もが知る超有名店、中華そば富田の系列店ですね。店内はカウンタースタイルで男性率 100% かと思いきや、若いお一人様女性も1割ほどいらっしゃいます。注文は列に並ぶ前に食券機で行う左右です。スープのある雷そばとスープなしのそば、雷味噌、ポン酢の4つがあって、王道は雷そばなので迷ったら雷そばを選びましょう。食券を渡すタイミングでニンニクの有無、野菜を増すか、お肉をバラにするか、腕肉にするかを聞かれますよ。こちらが雷そばの並盛り、野菜ちょい増しです。ドドーンと乗ったチャーシューがインパクトありますよね。スープは豚の甘みと醤油のコクが効いた濃厚なスープです。ニンニクのパンチやトロットロの背脂がこのスープをより美味しくしてくれています。麺は二郎系らしい極太麺で食べ応えマックスです。少しクタクタになった野菜やホロッホロになったチャーシューも病みつきの味わいですよ。雷さんは超大人気店なので、朝以外は何時に行っても並びます。僕が行ったのは平日夜8時で24番目、30分待ちで入店できましたよ。2つ目のお店はマンゴツリーキッチンガパオグランスタ丸の内さんです。東京駅丸の内中央出口から1分のところにあります。マンゴツリーさんは今年1月にオープンした美味しいタイレストランです。もともとは改札内にあったお店がこちらでリニューアルオープンしました。店内はカウンター3席とテーブルが5卓ある明るい空間です。お一人様がかなり多く、男女比は少し女性の方が多いくらいです。メニューはこちらです。一番人気は鶏のガパオなので、迷ったらこちらを選びましょう。この日はサラダを食べたいという気分だったので、僕はサラダガパオをいただきました。マンゴツリーさんのガパオは非常にうま辛い味わいです。このピリピッとくる辛さが癖になって、なんだかまた食べたくなる病みつきの美味しさです。サラダガパオにすることで辛さをマイルドにできるので、野菜不足や辛さが苦手な方はサラダガパオがおすすめですね。またマンゴツリーさんはテイクアウトも人気で、ここで買ってお家で食べるという人も多いですよ。3つ目の店は干物野郎八重洲店さんです。東京駅直結八重地下の一番奥にあります。本当に東京駅の一番端なので、知る人ぞ知るお店ですね。干物野郎さんは夜でも美味しいお魚定食が1000円でいただけるお店です。カウンター席とテーブル席があって、お一人様はカウンター席でいただきます。お客さんは東京駅を利用する30代から60代のサラリーマンの方が多いです。男性はもちろん女性のお一人様も多いですね。メニューはこちらです。本当はほろ酔いセットや晩酌セットといったちょい飲みセットもおすすめしたいんですけど、今日は夜ご飯動画なので定食をご紹介しますね。定食はとろそばが名物ですよ。こちらが名物のとろそば定食です。東京駅直結という好立地なのに、夜でも1000円で定食が食べられるなんて本当に嬉しいですよね。とろそばはパリッ
パリの皮に油の乗ったサバの旨味が感じられて非常に美味しいです。一口食べた瞬間、うわこれめっちゃ美味しい、ビール飲みたいとなったので、ついついビールを頼んでしまいました。トロサバが超酒泥棒な味わいなので、これだけでお酒がグビグビ飲めちゃいますね。今日はお一人様の夜ご飯シリーズなので定食にしたんですけど、東京駅でちょこっと一人飲みできるお店も皆さん知りたいでしょうか。もし知りたいというコメントが多ければ、一人でも入りやすくてサクッとつまめるお店もご紹介するので、ぜひコメント欄で教えてくださいね。4つ目のお店は味の牛タンキスケ東京駅八重洲北口店さんです。東京駅直結グランスタ八重北の中にあります。キスケさんは昭和50年創業、仙台が生んだ牛タンの名店です。店内は U 字型のカウンター席とテーブルが8卓あります。お客さんは若者からご年配の方まで幅広い年齢層の方が、お一人様からグループまで様々なシーンで来ています。僕は仕切りでお一人様スペースがあるこの感じが結構好きなんですけど、お一人様の皆さん共感されますでしょうか。メニューはこちらです。一番人気は牛タン焼き定食3枚の塩なので、迷ったらこちらを選びましょう。こちらが一番人気の牛タン焼き定食3枚塩味にとろろのトッピングです。ツヤッツヤに輝く牛タンは見た目から美味しそうですよね。キスケさんの牛タンは油の乗ったタン元からタン中にかかる部位を使っているので、タン独特の弾力がありつつも非常に歯切れの良い食感です。このタンの旨味と甘みに塩の塩気が加わることで、ご飯がどんどん進むくんです。辛みのある味噌南蛮や塩気のあるおしんこうと食べることで味変して楽しめるのもいいですね。ご飯はホックホクの麦ご飯です。こちらのとろろは白だしが入っていることで心地よい和の味わいです。仙台名物がここ東京駅で食べられるなんて、ちょっとした旅行気分ですよね。ぜひ行ってみてください。最後のお店は伊藤和志五郎商店さんです。東京駅改札内グランスタ東京地下1階にあります。伊藤和志五郎商店さんは創業明治33年、絶品名古屋コーチンのお店です。店内は20席弱というコンパクトな空間です。お客さんは20代から50代の方が1人とか2人で来ていて、サラリーマンも多いです。男女比も半々くらいですね。メニューはこちらです。焼き鳥メニューもあるんですけど、お一人様は親子丼または焼き鳥重を頼む人が多いですよ。僕は人気の親子丼をいただきました。名古屋コーチンを使った親子丼はプリッと柔らかく、ちょうどいい歯ごたえがあります。噛めば噛むほど旨味が溢れ出してきて、たまらない美味しさです。半熟状態の濃厚な卵もこのジューシーな親子丼にまろやかさを与えてくれます。伊藤和志五郎さんは人気すぎて売り切れということがあるので、遅くとも8時台に行くのがおすすめですよ。今日は東京駅で楽しめる一人でも行きやすい夜ご飯5選をご紹介しました。皆さんの気になるお店はありましたか？今日は5つのお店をご紹介したので、僕の方で分かりやすいように表にまとめてみました。あくまで僕個人の感想なんですけど、参考にしてくれると嬉しいです。今日ご紹介した5つのお店の場所はこちらですよ。お一人様の夜ご飯は東京駅、上野、銀座、池袋など他のエリアもご紹介しているので、夜にこのエリアに行く方は概要欄から見て参考にしてみてくださいね。最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します。駅構内で食べられるあの超人気店の絶品二郎系ラーメンなら、ラーメン雷さん、今年1月にリニューアル、1000円で食べられるやみつきガパオならマンゴツイキッチンさん、夜でも1000円で楽しめる知る人ぞ知る美味しいお魚定食のお店なら干物野郎さん、昭和50年創業、
一枚一枚手作りで焼き上げる仙台が生んだ牛タンの名店なら牛タン喜助さん。創業明治33年、絶品名古屋コーチンの親子丼なら伊藤和志五郎商店さんがおすすめです。ぜひ行ってみてください。先日東京丸の内中通りを歩いていたところ、中通り綱引き大会をやっていました。こちらの綱引き大会は各企業から代表された人たちが綱引きをする大会で、毎年行われる丸の内の一大イベントなんですよ。東京丸の内は冬のイルミネーションをはじめ楽しい行事がよく行われているので、皆さんが東京駅に行った際はぜひ立ち寄ってみてくださいね。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっています。グルマンの特典は主に4つです。 1.YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します。 YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています。2. メンバー限定の顔出し生配信を開催しています。僕は普段顔出ししていないんですけど、メンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています。 3. 東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有です。このマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光、お食事、カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています。4. 僕の開催するオフ会への優先参加権です。僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています。社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよね。そんな中、オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えて、カフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっています。お一人様の参加が7割なので、最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ。以上がグルマンの特典です。少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタン、または概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです。皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもおすすめのお店をあげていくので、チャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次のお店で。